はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。今回は商品リサーチをまず最初に始めた段階で母数を集める商品リサーチを行うんですが、その母数を集める商品リサーチというのは別の言い方すれば縦型の商品リサーチということになります。じゃあこの縦型の商品リサーチっていうのは一体何なのかっていうことについて話をさせていただきたいと思います。先に言っておきますが、物販っていうのは皆さんが思っているよりも何倍も難しいです。だからネットビジネスのギラギラオラオラした文句で誰でも簡単にだとか初月から月賞100万円だとか、そういうネオン街キラキラなワードがひしめいてますけど、そんな物販って甘いもんじゃない。商売っていうのはそんな甘いもんじゃないんですよ。ただし今回の私が申し上げる縦型のリサーチっていうのは腹に落としていただくことで、思ったよりは何倍も難しい物販が思ったよりは何倍も早く進めることができるわけですね。で、何倍も難しいけど何倍も早く進めることができるので、結果的に皆さんの思い通りに近い進め方をすることができます。それがコンサルティングのある種の意義の一つではあるわけなんですが、ですから今回の内容、概要を話しますので、この縦型のリサーチ、ボスを集めるリサーチっていうのがいかに大切かっていうのを腹に落としていただいて、ただでさえ思ったより難しい物販をより楽しく、より効率的に、よりスピーディーに行える基礎知識っていうのを培っていただければ幸いです。さて早速話をしていきます。商品に関する情報っていくつかありますよね。例えばアリババの価格だとかタイトルだとか URL、 あと販売する国の例えば類似商品の価格だとか URL、 あとは商品の重さですね、量りに乗っけた時の重さと梱包重量と呼ばれる梱包のサイズを一定の数で割ったもの、代行会社によって違いますけど、普通は梱包のサイズの縦かける横かける高さ割る5をしたものをグラムに直したのが容積重量って呼ばれるものです。別に割る5だったり割る6だったり、どこの国からどこに送るかによって結構この割り算っていうのは変わってくるので、そこは各代行会社の計算式っていうのを調べていただければと思います。で、梱包サイズについて一つ申し上げて、これざっくり予想すれば大丈夫です。っていうのも商品のサイズって出てますよね。アリババだろうがアメリカアマゾンだろうが通常は。でも商品梱包した時のサイズってアリババにもアメリカアマゾンにも出てないことが普通なんですよ。っていうと、この商品を折りたたんで発送する時のどのぐらいの梱包サイズになるのかなっていうのは予測するしかない場合っていうのが多いです。でもその予測するしかない場合も多いんですが、もうそれで大丈夫なんですね。ざっくり予測すれば大丈夫ということになります。こういった商品情報っていうのをどんどんリサーチ用に書いていくんですが、まず重要なポイント、消しゴムは NG だと思ってください。リサーチ用に一回書いたものが、例えば私がねコンサルティングであれば、この商品はこういうデメリットがあるから出すことはできないですねっていうふうに申し上げたら、あ、じゃあダメかって言って消しちゃう人が多いんですよ。でも絶対消さないでください。基本的にリサーチ表っていうのは消しゴムは一切使わないって考えていただいて結構です。理由は簡単で、その商品、調べた商品それ自体っていうのは買い付けることができないけれども、その商品を起点視点としてさらに別の商品群に到達するっていうことはできるわけですよね。だから調べられた商品それ自体がどうこうではないにしろ、その商品を一つのスタートポイントとしてまたさらなる商品にたどり着くことができますので、絶対に消さないようにしていただきたいんですよね。無駄なことっていうのはありませんから。で、話を戻させていただくと、こういった情報をどうやってリサーチ表に書いていけばいいのかっていうのが縦型の記録方法、縦型の商品リサーチなんです。この下の図ご覧ください。これ縦型に降りていくイメージなんですが、例えばエクセル表とかにどんどん記載していくようなイメージで考えてみてくださいね。商品名、アリババで、あ、この商品面白そうだなと思って記載しました。はい、それで終わりです。こっちにアメリカアマゾンの情報とか入れるかっていうと入れないです。で、重量とか容積重量に関しても、はじめは別に端折っても構いません。端折っても構いませんので、入れるべきか入れないべきかって聞く方いるんですが、入れるべきかべきじゃないかっていう義務的な考えは良していただきたいんですね。気になるのであれば書きましょう。とりあえずいいと思うのであれば、はしょればいいわけです。どっちにしたからって、リサーチ中が爆発することっていうのはありませんから、すべきではないっていう、この考え方っていうのは、ぜひぜひ捨てていただきつつ、引き続き見ていっていきましょう。見ていきましょう。はい。で、次の商品、またアリババで、あ、この商品を探してたら、なんか、近くに似たような商品だけど、なんか面白そうなのが出てきたぞ。じゃあ、これ記載しましょう。アメリカの、情報、アマゾンの情報、販売をする国の情報っていうのはまあ端折りました。でもこの商品に関しては妙に容積重量が大きいんじゃないかと思ったと、要するに梱包した時のサイズが妙に大きくなる気がするっていうのを思ったとしたら、まあ、重量に関しては容積重量だとか梱包重量に容積重量だとか質量の重量に関しては、まあ、記載しておきましょう。でも基本的に縦に降りていくんですよ。横にずーっと進んで全部アリババの情報もアメリカアマゾンの情報も容積重量も何もかも全部記載してから下に行くっていうのが横型のリサーチなんですよ。でも今回は縦型ですから、
基本的には縦に降りてくることに一番意識を置いてください。今回のこの2つ目の商品に関してはちょっと容積自由が気になったんだから、気になるんだから書いとけばいいってだけですよ。何ね、記載すべきとかすべきじゃないじゃなくて、気になるからただ書きゃいいだけなんですね。で、三つ目に関しては、今度はアメリカアマゾンから調べていこうって思いました。商品リサーチっていうのは、ボスを集めるときっていうのは本当に制約がないですから、逆立ちしたって、瞑想にふけたって、外散歩したって、友達とデパートに行って、その中で商品、あ、これおもろいなっていうのを頭に留めておいたり、メモしたりしたものを家帰って調べてもいいんですが、とにかくアメリカアマゾンで今回わーっと調べてみたと。この商品面白いなと思ったら、やっぱこの商品っていうのは妙に重いんじゃないかと。なんか金属を使ったインテリアかなんかを見つけたとしますよね。英語だとデコアって言うんですけれども、装飾品を見つけた時に、なんか重いんじゃないか、なんか気になるなと思ったんで、とりあえず10量だけ調べて10量入れておく。はい、で、どんどん縦に進んでいきますよ。このように、商品リサーチの最初の段階、母数を集める商品リサーチっていうのは縦型にガンガン進んでいけばいい。どんどん商品を記録していけばいいだけなんですけど、どうぞ自由にやってくださいっていうと、特に学校の勉強とかしていた優等生タイプの生真面目な方とか、でもやり方を教えてもらってないのでわからないでございますみたいなことになっちゃうんですよね。これなんでかっていうと、受動的な生き方をしてきちゃってるからだとは思うんですよね。ただ物販でも何でもそうなんですけれども、能動的自発的に進んでいくことができなければ、長い目で見てプロのセラーとして日進月歩進んでいくことはできません。で、そこを培っていくためにですね、私も今回お話しした通り、この縦型のリサーチをしましょうっていう、この基本的な枠っていうのは設けさせていただいて、かつ生徒さんに関しては専用のリサーチ表をお渡しして、この中に自由に記載してくださいっていう大枠も設けさせていただいた上で指導させていただいているんですけれども、それでも結構、この商品は何々すべきでしょうか、すべきじゃないでしょうかっていうことを毎回毎回聞かないとですね、怖くて怖くて進まないっていう方結構いらっしゃるんですよね。本当、学校教育じゃないので、商売っていうのは自分がこうしたいっていう意思だとか、自分はこの商品出していきたいっていう方向性だとか、この商品おもろいと思うっていう好奇心に基づいて、ガンガン商品リサーチ母数を集めていくっていうことが最も大切なことになります。そうじゃないとですね、これリサーチを、セッサのリサーチを見ると本当一瞬でわかるんですけれども、ものすごく義務的に、つまらなそうに、なんとなく、とにかく数が増やせればいいぐらいの感覚でリサーチしている方のリサーチ表って、コーチが見てても正直に言いますよ。すんごくつまらないんですよ。それは、なんかのツールをへこってクリックして書き集めただけの情報だったりだとか、Amazon のランキングをただコピペしてガサって持ってきただけみたいな、何の変哲もない商品しかない商品リサーチ表になってしまうんですね。で、何の変哲もない商品が悪いわけじゃないんですよ。ただ、何の変哲もない商品っていうのは、まあ、よく売れていて、で、例えばバックパック1ワードで検索しても上位表示されていて、で、ものすごくレビューもついている商品もたくさんあって、確かに売れてるのはわかるんだけれども、これを本当に売りたいって意思として思うんですか、好奇心として思うんですかっていうと、そうじゃない人の方が多いんですよね。いや、なんとなくレビューたくさんついてたんでこれ選んだんですけど、みたいな感じで、商品を見てるようで見てないんですよ。商品のレビューがたくさんついてるからいいとか、上位表示されているとかからいいだとか、Amazon のベストランキングに乗っかってるからいいだとか、なんかそんな感じですんごく事務的に情報をただ書き集めて、つまんなそうにリサーチ表にどん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 入れてった人のリサーチ表っていうのは、なんか死んでるリサーチ表、死んだ魚の目をしたリサーチ表になっちゃってるんですね。本当に商品リサーチ最初の段階っていうのは、皆さん自身の個性とか意思とか方向性とか好奇心に従って、もっともっと楽しんでリサーチしちゃっていいんですよ。だってその後必ず講師がコンサルティングの場合はチェックするわけですから、商品リサーチ数をボカーンと集めていただいて、講師に見てよ、見てちょうだいっていう風に渡すぐらいのノリでですね、初めは進めていただければなと思います。そのぐらい商品リサーチをまずは数集めるっていうことは大切だし、縦型のリサーチするっていうことはものすごく大切だし、何よりも皆さんの考え方だとか気持ちだとか自発性だとか能動的に進める心だとか、あとは一つの絶対的な法則ばっかりを求めない、このカテゴリーは売れますかとか、そのジッパ一からげで考えない、個別商品ごとにしっかりと見てあげるっていうことが大切になってくるっていうことを合わせて、ぜひご納得いただきですね、もっともっと楽しんで、しんどい作業たくさんありますけど、もっともっと楽しむことはできるはずです。だからぜひもっともっと楽しんで商品リサーチやっていただければなと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。